瀬野道隆です。では早速やってまいりましょう。古き旅タグホイヤ編クロノグラフということでですね、今日ご紹介するのはこちらのタグホイヤーのクロノグラフになります。今ですね、ちょっと逆方向を向いてるんで正式に戻しますね。それがこちらになります。はい、そうですね、実際の時計なんですけどこんな感じになっております。で、このホイヤーの時計なんですけど、最近僕が一番お気に入りのクロノグラフになってて、そのお気に入りのポイントがどこかっていうと、この文字盤の色なんですよね。これ黒ではないんですよね。でグレーでもないんですよ。で一番適切な表現としては深いグリーンの文字盤になっております。なのでこの深いグリーンの文字盤っていうのはなかなか見かけないんですね。それだけでもかっこいいなと思ってこの時計を仕入れました。でこの針の部分ですね、この針の部分も黄色で、でこのスプリットセコンドクロノグラフを測るところの針も赤っていうところがすごく絶妙な配色をされているなというふうに僕は思ってるんですね。であとこのダイヤルですよね、このダイヤルのところも立体的なダイヤルになってて、やっぱりホイヤーという高級時計らしい仕上がりになっていますよね。でまた違うところはこの合図のところなんですよね。普通の時計ってこの合図のところがもっとちっちゃいんですけど、これがビッグ合図っていうことで、普通の時計よりかは大きいサイズの秒針が設計されています。でリューズのところもですね、ケースに合わせて設計されていると思うんですけど、普通のリューズよりかは大きめのリューズ、反対側はこんな感じですね。ですごく回しやすいんですよね。リューズが大きいんでこれすごく回しやすいです。で周りもですね、すごくこっちの片手でも回してしまうぐらい柔らかく回すことができます。でですね、今回本当はですね、これを使ってムーブメントをお見せしたかったんですけど、なんといってもですね、この時計僕すごく気に入ってるんですよね。で本当にお見せしたいんですけど、前回ですね、このムーブメントを見せるためにここで開けたところ、バキッとこの中のムーブメントが壊れてしまったという悲しい現象が起きてしまったんで、申し訳ないんですけど、このホイヤーのムーブメントのランデロン13が入ってるんですけどね、それはもう画像でご覧いただくということになってしまいます。とはいえですね、画像でご覧いただいてもすごくかっこいいなというところは分かっていただけるかと思いますので、この次はですね、画像を見ながら僕が声で解説をしていくという形になります。はい、今ですね、画像だけを見ていただくような形になっていると思うんですけど、ランデロン13のムーブメントが搭載されています。でランデロン13っていうか、いつもの話なんですけど、時計のムーブメントについて僕があんまり分かってないんですよね。なので他の動画でも言ってるんですけど、このムーブメントについて私はとても詳しいですという方がいらっしゃいましたら、下のコメント欄に書いていただきたいです。ランデロン13はこういうムーブメントで、こういうとこがいいからいいムーブメントなんですよみたいな感じで説明していただけると、僕もすごく学びになるので、もうぜひともですね、ご指導いただけたらというふうに思っております。で僕が分かる範囲で説明すると、このランデロン13っていうのは高級機にだけ搭載されていたムーブメントらしいですね。ランデロンというのは結構汎用機向けのムーブメントを作っていたメーカーのようで、なんていうんですかね、こういっぱい大量生産できるブランドだったという経緯があって、その中でもこういうホイヤーみたいな、そういう高級機のメーカーにはコラムホイールを使ったムーブメントなので、ランデロン13ですね、そういったムーブメントを提供していた会社という歴史があるようです。まあ、この歴史の部分とかもですね、僕があまり詳しくないんで、ランデロンについて詳しい方がいらっしゃいましたら、下のコメント欄からよろしくお願いいたします。でこの周りのところですね、この周りのところになんかこう、なんていうんですかね、ギザギザっていうんですかね、この枠みたいなのがあるんですけど、この枠の役割とかも僕はあまり分かってないんで、この枠もですね、教えていただける方がいらっしゃいましたら、ぜひとも教えていただきたいと思っておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。ということで、ムーブメントの紹介を終了とさせていただきますね。次がですね、クロノグラフのスタートとリセットをやってみます。では、スタートやりますね。この丸いボタンが僕はどっちかというと好きなんですね。っていうのも、この押した時にカチッっていうはまった感じがするのと、このリセットボタン、リセットもカチッってはまってしっかりとゼロに戻ってくれるので、その部分がこの丸ボタンの魅力かなと思っております。こう流し書くのボタンもあるんですけど、リセットの時が押す力が弱かったら、なんかこうちょっと戻りが弱いというか、ゼロリセットができない時があるんですよね。だからこっちのプッシュボタンの方になってくると、しっかりとゼロリセットをしてくれるので、僕はこっちのボタンの方が好きかなというところですね。では一回ストップさせて、でここはゼロに戻します。まあ、しっかりゼロに戻ってくれますよね。こんな感じでクロノグラフの動作もしっかりとやってくれる時計です。次はですね、実際に腕につけてみてはどうなるのかっていうところをご覧いただきたいと思います。こんな感じですね。この時計が際立つようにジャケットスタイルで今日は撮影しているんですけど、とても似合ってるのかなと自分的には思いますね。文字盤のスプリットの針が赤いんで、ここが結構目立ってくれますね。アクセントとしてすごく赤はいいのかなと思いますね。こんな感じですね。まあ、すごくおしゃれでかっこいい時計だと思いますね。こんな時計本当に他に持ってる人とか多分いないと思うんで、人と被りたくない方とかはもうすごくおすすめの時計だと思いますね。